週末は気温の上昇や雨などによって融雪災害に注意が必要となりそう,です、ね、そうですね、18日土曜日午後9時の予想天気図ですが、日本海に低気圧がありますね。 そして前線が伸びていますこの低気圧に向かって暖かい湿った空気が流れ込みます雨を降らせるだけではなく気温も上がるといった状況ですね日曜日にかけてこの低気圧ね東へと進んできますので東北にかけてもね雨だけではなく気温も上がりやすいということが言えそうですこれは日曜日の上空1500メートル付近の気温になりますこちらが マイナス6度の気温雨と雪の境目という形になります、えー、東北までこのマイナス6度の気温が北上してくるということでまあ、東北地方も平野部を中心に雪ではなく雨になる降れば雨になるといった状況です、はい、で実際に今後の予想を見ていきましょう中国地方など西日本まあ、中国山地含めて全て 雨ですね。雪ではありません。えー、そしてだんだん時間とともに、えー、雨、雪のエリア広がっていきます。まあ、この時間、明日の夜は東北地方、標高の高いところは雪ですね。えー、夜ちょっと雪の範囲広がりますが、 あさって日曜日の日中の時間帯見ていきますとどんどん雪のエリアが狭くなって特に東北南部標高が高いところでもね雨を予想しています、えー、積雪の状況を確認しましょう中国地方でも、えー、積雪量が多くなっています、えー、鳥取県大山では135センチ、えー、新潟県、えー、須門では215センチ、えー、山形県肘折では279センチの、えー、雪が まだ積もっているまだ2月ですからねまあ、これだけ多く雪が各地積もっている上に広い範囲で雨でそれもね、えー、降水量がまとまるところもあります、えー、山間部などでは特になだれに注意していただきたいと思いますそして降る雨と溶ける雪によって、えー、河川の増水などもねまあ、非常に心配になってきます最新の気象情報はアプリウェザーニュースからもご確認ください